皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。映像の世紀、バタフライエフェクト、ヒットラー VS チャップリン、終わりなき戦いということで、ヒットラーとチャップリンを対比する特集ということで、番組の内容を簡単に解説をしていきたいと思います。なんと、ヒットラー、独裁者ヒットラーと喜劇王チャップリンは、4日違いで生まれた。しかも、なんとなく風貌も似ている。そして、共にですね、映像を使って影響力を駆使したんだということで、その映像とチャップリン、映像とヒットラーということを軸にですね、2人を対比する番組の内容になっているということです。で、チャップリンはですね、貧しい生活費を稼ぐために5歳から舞台になり、それからどんどんめきめきと力を得て、映画界のスターとして成功していくと。一方ですね、ヒットラーですけれども、画家を目指していたところ、ドイツ、が敗戦し、画家もあまり才能がなくですね、それから政治家を目指して、演説の才能で32歳でナチス党首になり上がると、ヒットラーもチャップリンも共に若くして、どん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 のし上がって成功していくというところなんですけれども、共に映像を使っている、特にですね、映像に革命が起きたということで、この時代、今までは無声映画、音声が入れられなかった。なので、チャップリンってほとんど声が入ってなくて、このね、こう動きだけで笑わかせるっていう、すごい映画になってるわけですけれども、ところが映像に革命が起きて、音声も入れられるようになったということで、この音声入りの動画が持つ影響力は凄まじいということをいち早く見抜いたのがヒットラーということで、演説の映像、演説をしているのを映像に撮って、それを流す。そうすれば、演説リアルで聞いた人だけじゃなくて、映像を見た人も自分の支持者に変えることができるということで、音声入り動画をめちゃくちゃ活用した人がヒットラーだということなわけですね。で、特にですね、そのベルリンオリンピックの記録映画として、莫大な資金を投入して、よりこう自分の権威づけをするということで、そのヒットラー、独裁者としてのヒットラー、映像をうまく使ったんだという視点は非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。一方ですね、このヒットラーに対して、ヒットラーがどん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 戦線を拡大していってですね、ナチス・ドイツが、どんどんヨーロッパをこう占領していく中で、その瓜二つとも言われるチャップリンは、独裁者批判映画、このヒットラーをどうにかしなくてはいけないということで、独裁者という映画を撮り始めるということです。で、映画独裁者なんですけれども、ハッピーエンドで終わる。兵士たちが武器を捨ててみんなダンスをして喜ぶ姿で終わるというのを、撮影をしたんだけれども、書き換えて、なんと平和を訴えるスピーチに変更したと。関係者からはそんなのやっても受けないよみたいな、興行収入落ちるよみたいに言われたけれども、平和を訴えるスピーチに変更して、アメリカやイギリスでは大ヒットをしたということなんですね。一方、映像をうまく駆使したドイツでしたけれども、戦線が拡大するにつれて敗戦が濃厚になり、ヒットラーは自殺をしてしまうと。第二次大戦が終わってヒットラーも自殺をし、ナチス・ドイツも負けたわけですけれども、チャップリンはさらにその後も戦いを続けるということで、第二次大戦後はですね、今度アメリカで、赤狩り、共産主義者をどん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 、何でもかんでも、悪いやつだみたいにする風潮に対して、そのアメリカ政府の赤狩り批判を始めるということで、チャップリンはナチス、ドイツ、ヒットラーがいなくなった後も、独裁的なものに対する、その反抗を続けていくということなんですね。で、その映画で、チャップリンはですね、一人殺人すれば悪党だけれども、100万人殺せば英雄ということで、これがアメリカ政府批判だと、核兵器開発をするアメリカ政府批判だと捉えられて、なんと1952年に国外追放されてしまうということで、アメリカも、自由民主主義の国と言いながら、結構えげつない、その独裁的なというかね、特定の思想に対する、強化。この頃はね、どうしても、米ソ冷戦という、軸があったがゆえに、生かした仕方なかったにせよ、チャップリンまでもが国外追放されるという事態になったということです。それから20年経って、アメリカでチャップリンの名誉は回復されるわけですけれども、そのね、なんというか、
ナチス・ドイツだけが悪いのか、アメリカも結局は、ね、まあ、米ソ冷戦という構造がある中で、まあ、そのやっぱり共産主義という恐ろしさ、ゆえにまあ過剰な、ね、共産主義批判、赤狩りを行ったことが、20年経ってからじゃないと、チャップリンの名誉が回復できなかったというのは、ちょっと皮肉の話なのかなという気もしますということですね。で、まあ、チャップリンはですね、すべての映画はプロパガンダなんだという言葉を残していると。まあ、だから、まあ、その政治的な意図を持ってですね、自分の利益に誘導するように、まあ、ヒットラーが映画を利用した、映像を利用したように、自分自身は自分でその平和の先導者なんだ、民主主義の先導者なんだということで、まあ、映像を活用したということです。まあ、というわけで、まあ、チャップリンとヒットラーともに映像を活用したというところで、まあ、一緒になっているということです。で、番組はですね、なんかヒットラーが100年後にナチズムのようなものが復活するとかって言って、無理にロシアのウクライナ侵攻に結びつけようとしてますけれども、多分そういうオチではなくて、映像の影響力というのが今や YouTube や TikTok になっているという、この凄まじさっていうところで終わらせてもらった、欲しかったなど、要はもうテレビというある種の権力が独占する映像、まあ、映画も莫大な資金力を持った人しかできないものが、今や映像が民主化されて、誰もが映像で影響力を持てるようになった。YouTube やさらには TikTok といったさらに敷居の低い映像が出てきて、まあ、映像によって人は騙されたりするというところもあるので、なんか100年後にナチズムが生まれるロシアがウクライナ侵攻したっていうオチではなくて、今や誰も彼もが映画監督、映像を発信できる、そういう時代になった時に、その映像は全てプロパガンダだ。ある種の騙しができてしまう、扇動ができてしまう、まあ、その恐ろしさと、まあ、影響力と付き合わなければならない、それをどううまく生かしていくのか、まあ、極端な話ね、その YouTube や TikTok を使って、ある一人の市民が、ね、デマを流したりとか、そのね、食品、レストランに対するテロを起こしたりとかっていうこともできるわけじゃないですか。またそういう、ね、YouTube や TikTok、まあ、ネットでの映像が今やウクライナ、ロシアの戦争でも大きな影響を持っていて、その映像を使って、ネットの映像を使って、共に批判し合うみたいなこともあるので、まあ、100年後のナチズムが生まれるということじゃなくて、映像の影響力というのが、今や映画やテレビから YouTube や TikTok に変わっていて、それが誰しもができるからこそ、それはいいことに使えばいい風になるかもしれませんけれども、恐ろしいことになる可能性もあるという、まあ、そういうことを考える、まあ、きっかけにしていただけるといいんじゃないかなということで、チャップリンとヒットラーという、まあ、共に映像が影響力を見抜いて使ったというところに、まあ、本特集の面白さがあるのかなということで、興味のある方は見ていただけるといいんじゃないかなと思います。